ただいま。おかえりなさい。あれ、父さん出かけるの？仕事？ああ、内地は診療だ。2、3日かかるかな。エレンが調査兵団に入りたいって。ミカさん、言うなって。エレン、何を考えているの？壁の外に出た人類がどれだけ死んだか分かってるの？分かってるよ。だったら。エレン、どうして外に出たいんだ？知りたいんだ、外の世界がどうなっているのか。何も知らずに一生壁の中で過ごすなんて嫌だ。それにここで誰も続く人がいなかったら、今までに死んだ人たちの命が無駄になる。そっか、船の時間だ、そろそろ行くよ。ちょっとあなた、エレンに説得して。カルラ、人間の探求心とは誰かに言われて抑えられるものではない。エレン、帰ったらずっと秘密にしてきた地下室を見せてよ。本当に？ダメだ、調査兵団ってバカなのね。